はい、こんにちは、ゆうぶくです。片付けをしていたらこんな本が出てきました。コレクターズクラブナンバー37、1999年12月号ですね。結構日本のコレクターたちが顧客になっているというか、そういう感じの交換クラブ雑誌、まあそんなような感じなんですけども、漫画マニアの方は結構これ知ってると思うんですけどね。日本コレクターズクラブは各月2、4、6、8、10、12月発行の市場交換会です。年間会費5,000円、半年3,000円、本会費は売買、交換、探求、情報、 PR、 作品発表などの場として利用いただけます。掲載品の申し込みは直接出版社へお願いします。会社は出品を第一としますので、探求品は1人5点まで、冊数関数は不問、ご利用は会員に限ります。これを主催しているのが赤澤さんという方ですね。赤澤さんという方、知っておられる方は知っていると思うんですけども、こちらありますよね、徹底版漫画鑑定マニュアル、赤澤満さんが出してた本なんですけども、これが1996年4月の20日、赤澤満ってあるんですけど、これここにもあるんですけどね、ここにね、全国のファンコレクターの皆さんによる市場交換会を年6回発行しています。1996年、これが1999年ですからね、ナンバー37で、これ当初は岐阜の清楽堂さんがやってたあれなんですよ。これを引き継いだのが赤澤さんということなんですけどね。で、全国のコレクターの方は結構これやってるんですよね。で、もう住所とかちょっといろいろ入っちゃってるんで、そういうのもちょっとまずいんですけども、こういうこういう感じで探求本とか売ります買いますみたいなね、これが販売リストみたいな、各個人がね、ちょっと名前を出すとまずいかなと思うんですけど、こんな感じで、で、これ私がのあれなんですけども、楽しい仲間 in 飛騨、平成11年10月の2から3日の時のあれですね。で、ご存知の方も多いと思うんですけども、岐阜で結構交換会やってるんですよね。で、それのこのレポートっていうか、そういう感じなんですけども、ちょっと読んでみますね。いつもの仲間たちがゲロに集合なのだ。今回は6名、私は1人、新潟から車でとことこと、富山ではユニゴーさんにより1、2時間、あっという間に、人柄のいい店長さんです。梶原特集のためにレア本を譲ってもらう時間があったので飛騨の里へ。年寄りの団体さんばっかりで、一人ではつまらないものですね。ざっと見て集合場所のゲロへ向かう。ゲロ温泉、指定されたゲロ温泉のホテルがあったんですけど、そこで集合したんですよね。ホテルではすでにみんながいて、1200円で3回入れる温泉があるんですよ。将棋の駒みたいなのを持って温泉巡りしたんですけど、結局1つだけ入って終わっちゃったんですけどね。で、入札会っていうのかな、交換会ですかね。食事のあと6人でめいめい
持ち寄った本を交換会をするっていう感じなんですけどね、その時こうチャンピオンフトシ、カション漫画のチャンピオンフトシとか、マゾ桑田二郎のなんていうんだ、阿弥陀っていうかな、あれ限定のあれですね、そういうのとか面白いブックなどがあったんですけどね。でここに載ってるこの1,2,3,4,5 で私で6人なんですけど、この方が OK さんですね、大阪の OK さん、この方が岐阜の清楽堂さんで、この人が、千葉の風書房さんですね。でこの方が加藤さん、この3人は古本屋さんやってますけど、この2人の方はマニアの方ですね。この人は石井さんという方なんですけどね。で OK さん、清楽堂さんですね、石井さんに加藤さんって言って、だってこのメンバーって結構みんな仲いいんですよね。毎年集まって、今コロナでちょっと3,4年、もう4年ぐらい会ってないんですけども、またコロナが落ち着けばね、また再会したいとか、そういう風な感じで思ってるんですけどね。だいたいこの岐阜の清楽堂さんがね、発起人というか何ともでいろいろ計画を立ててくれるというか、そんな感じで私も結構岐阜行って泊めてもらって、いろんなところを案内してもらったりとかっていうかね、本当みんな楽しい仲間ですね。あとほとんど酒は多少やるけど、タバコもやれないし、みんな健全ですよね。漫画が好きだというなんかそういう集まりなんですけどね。これが平成11年10月2日3日の時のレポートですね。これ一回出して私がこう投稿したんですけどね、今こう見ると懐かしいんですけどね。というような感じでね、この赤田さんがね主催していた、これがね日本コレクターズクラブ、これ懐かしい人多いんじゃないでしょうかね。1999年っていうからもうだいぶ経ちますよね。もう23年、処分しようかなとか思ってたんですけども、こう探したら出てきたんでね。この赤澤さんのこれ全部手書きなんですよ。すごいですよね、これ手書きですよ。読みやすいし、これ全部手書きなんですよね。ねえ、赤澤さんって懐かしいですよね。今どうしたんですか、どうしていらっしゃるんですか、ちょっと気になるところなんですけど、これがあれですよね、漫画ブームになって古本に価値がつくっていうかね、そういうようなんで古書ブームっていうのかな、そういうの走りの頃の、要するにデパートを巡りをするとか、手塚治虫第一次漫画古書ブームとか、少女漫画ブームとか、コレクターとかね、あとは賢い、漫画の買い方とか、なんかそういうのがあるんですけどね。新刊の中でも将来これが値上がりしますよとかね。だからこの当時ですね、これね、最近の作品で高騰している種の作家の 作品、作家の作品というか、梶原力、高森はそうですね、チャンピオンフトシ、ハリス無断とか、マロースイヒロ、あと藤子不二雄ですね、ジャングルクルベとか、お化けの宮廷の12巻とか、当時はこういうものがね高かったっていうことですね、値上がりしたりとかね。やっぱり漫画コレクターっていうのはね、やっぱり一途ですからね、やっぱりこういうの、やっぱこれが一つの、やっぱりその当時のブームの走りですよね。はい、ということでね、今回日本コレクターズクラブのこういう交換会、売買とか交換とか探求情報、こういうのが昔あったっていうことですね。もう23年だからもう25年6年ぐらい前ですよね。ちょっと懐かしいんでね、ちょっと今回こう紹介してみました。はい、ということで今回は以上になります。ありがとうございました。